やったー、入った、ナイスショット。飯舘村のパークゴルフ楽しかったわ。せっかくだから道の駅にも寄っていこうか。賛成。わあ、綺麗なお花がいっぱい。飯舘村は昼と夜の気温差が大きいからお花の色が綺麗なのよ。あ、これが飯舘ブルーと呼ばれるサヤインゲンだね。よし、買ってみよう。他には何かあるかな。こっちには加工品があるわよ。あ、このピクルス色鮮やかで美味しそう。本当、宝石みたいね。丁寧に作られてるのが分かるよね。どれどれ。生産から加工まで飯舘村の MK ファームって書いてあるね。もしかして畑も近くにあるかな。あ、ミニトマトのハウスがあるよ。東京で大学を出てから就職してお勤めをしていたんですけど、32の時に脱サラをして、福島に来て新規就農をしました。今は、株式会社地域創造研究所というコンサルティングの会社と、あと株式会社リファーというこれは建設業の会社と、あと最後MK ファーム、株式会社 MK ファームという農業法人の会社3つの代表を務めさせていただいております。農地はこの飯舘の姿、碓氷市の姿というところで 2.4 ヘクタールの預からせていただいています。地元の道の駅にも出しておりますが、あとはスーパーさんですとか外食チェーンさんに出荷させていただいています。もうこの温暖化が進んで飯舘でさえエアコンがないと過ごせないような夏を迎えている中で、その夏が割と穏やかに越すことができて、あ、ってことはここはトマトをやるのには適した土地なんだなというのが分かってきたので、規格外とか売れない野菜をなんとか商品化させるようなことができないかなと。で、いろいろ考えて行き着いたのがピクルス。見た感じ、かわいいし、ちょっと映えを狙った売り方もできるのかなと。素材としたお料理ですごく広がりができるんですね。もう日本全国に送って食べていただくことができるし。ミニトマトって普通のトマトよりもすごく収穫量が多くて、もうこの手ができるだけ多く欲しいんですよ。でどうしようかって悩んでいた時に、地元 の, 作業所さんとか事業所さん頼むといいよなんて言われて、でのそこから農福連携が始まりまして、去年から隣の町の事業所さんに協力をいただいて、収穫期だけになるんですけど、何人かお手伝いに来ていただいています。人があっての農業なので、やっぱりこういう人じゃなきゃいけないっていうのはないんだなと思って、それって多分村の村内の他の人たちにとってもすごく刺激があるんじゃないかなと。多少ちょっと不便さはやっぱありますけど、でもいいところだと思います。やっぱ自然もあって、まあ、早く涼しくなるのがやっぱいいですね。なんで、まあ、いい野菜が育つっていうのは、まあ、最初はちょっとまあ分かってはいたんですけど、まあ、やってみて、まあ、実感はしてますね。はい。元はシステムエンジニアで、東京の方で仕事してました。楽しいですよ。なんていうんですかね、SE ってお客、対顧客ですけど、ここは、はい、作物じゃないですか。スタート。福島浜通りで新しい農業。飯舘さんのミニトマト、畑で見たらもっと綺麗で美味しそうだったね。そうだな、
高原の気候をうまく生かして栽培してたね。採れたてのミニトマトもこんなにたくさんいただいちゃった。家に帰ったら早速これを使った料理を作ってみよう。いいね。そうだ、浜通りさん天の粒と飯舘さんミニトマトのリゾットなんて美味しそうじゃない？いいわね。飯舘さんミニトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼなんてどうかしら。美味しそう。お腹空いちゃった、早く帰ろう。一つ一つ実現する福島。